13頭スタートしましたコーススタート2番サンダーイニバースが切りましたサンダーイニバンスコースタート外から押して10番のジョナ前に上がっていきますそれから5番のグランルーチェが3番手 外を通って6番ソニックロプロスあとは内から3番ポラライズ最内1番のクラリファイ徐々に位置を上げていく12番のサノノゴールド中段になって1コーナーをカーブしていきますその後ろインコース7番ウィンクリードとモリス騎手それから8番ポルポラジールリスポリ騎手は後方から34投目です1コーナーから2コーナー10番のジョナが単独先頭で後ろに4馬身から5馬身リードを広げていきますジョナが先頭2番手は外を通って2番のクラリファイ2番手3番手少し差が詰まりました前との差は3馬身ぐらい 5番のグランルーチェが4番手第2コーナーからバックストレッチあと3番のポラライズが続いて残り 1000m2 馬身から3馬身離れて中段6番ソニックロプロス外を通って12番佐野のゴールド追っつけながらの追走力は8番のポルポラジールとリスポリ騎手そのインコースに7番のウィンクリードモリス騎手ムチが飛んでいます激しく手も動いて800キーました外を通って4番のアムレートムあと後方は11番のレジェンダーあとは6馬身、7馬身が空いて13番ウエストリーダー 9番ショーバロンス最高峰3コーナーから4コーナー600切りました先頭10番ジョナ先頭でリードが1馬身半ぐらいですが外から動いた5番のグランルーチェ上がっていきましたそして2番のサンダーイリマースこの2頭が10番のジョナを追い抜いていきますその後ろ1番のクラリファイ12番のサノノゴールド5番手から4番手4コーナーのカーブに入りました先頭2番のサンダーイリマース内からもうひと伸び10番のジョナ4コーナーから直線あとは外を通って5番のグランルーチェ3頭の争いになりましたそこから離れて12番のサノノゴールド 1> 1番のクラリファイ4番手5番手争い5番のグランルーチェが先頭に立って後ろを離す3馬身4馬身5馬身2番手は2番のサンダーイリバンス粘れるか5番のグランルーチェゴリン2番手2番のサンダーイリバンス3番手10番のジョナ2番手3番手は接戦